にちは、ガチガチ専門の下川です。今日はですね、2件の問い合わせメールがありましたので、それにお答えしていきたいと思います。まず1つ目がですね、この方は、はい、いきます。はじめまして、丸々と申します。いつも下川先生の YouTube 動画を楽しく拝見させていただいています。ありがとうございます。近々講座を受けようと考えているのですが、まずは先生の動画で勉強して実践をしているところです。はい、素晴らしいですね。そこで質問なのですが、持続圧をしているとたまにお客様から揉んでほしいと言われることがあります。これは、お客様の好みなのでしょうか、それとも私の技術では効いていないということなのでしょうか。お忙しい中、申し訳ありませんがよろしくお願いしますということですね。はい、実践するということはね、非常にいいと思います。で、結論から言いますと、これはおそらく効いてないんでしょうね。効いてないとお客様は言ってきます。お客様自身も持続圧の方が効くっていうことを分かっている人っていうのは非常に少ないので、いつも通りね、揉んでほしいってなっちゃうんですよ、聞いてなかったらね。はい、ということだと思います。で、まあ私のサロンガチガチ専門店ではですね、言われたことないですね。持続圧で揉んでくれって言われたことはないです。ただガチガチ専門店になるまで、私もいつも通り普通にこうやってて、この方と同じようにまだ私も研究中の時はですね、揉んでもらった方がいいとか言われたことは確かにあるんですよ。だからその段階だと思うんですよね。しっかり聞かせてあげたら、揉んでくれって言われることはないんじゃないかなと思います。はい、で、そうですね。だからまずね、持続圧を初めてする人っていうのはまず不安なんですよ。セラピストさんね、初めて持続圧する人っていうのは手をじーっとさせてるわけでしょ。お客様にそういう風に言われないかなっていう不安になっちゃうんですよね。だから、私のね、講座に来てもらって、そのまず指の感覚がね、効かせてるっていう感覚があるんですよ。これ確実にあるんですけど、これさえ分かっちゃえば自信持ってズドンと押しながらじーっと4秒5秒じーっとできるんですよ。うん、だからその感覚を、学べるのが私の講座なんですよね。だから、受講していただいてからは、もっともっと自信持ってね、持続圧を4秒5秒不安なく押せるようになると思いますんで、はい、ぜひ、お申し込み、講座の方ね、お申し込みいただければなと思います。はい、でもう一つなんですけども、もう一つはですね、ちょっと待ってくださいね。はい、あ、そうそう、足つぼクリームは、何かこだわりを持って使ってるものがあるんですかということですね。おすすめあるんですかっていう質問があったんですけど、特にないんですよ。私ね、コストパフォーマンスしか考えてなくて、足つぼのクリームっていうのは、とにかくよく滑ってそのすぐ蒸発しないやつを探してるんです。で、今そうやな、だいたい1つ買ったら 2,3 ヶ月僕持つんですよ。このぐらい大きいやつ買ったら 2,3 ヶ月持つんで、それがなくなるたびに検索して、いろんなクリームを買ってるんで、特にこれっていうのはないです。で、調べればね、いろんな効果のあるクリームがあるんですよ。ピンキリです。保湿の効果があったりとか、あと何ですか、保湿、ガサガサを直す、角質を取るとか、いろいろあると思うんですよ。香りがあるとか、アロマの効果があるとか、いろんなクリームがあると思うんですけど、まあ、それはね、あなたに合った、ね、クリームを選んでいただけたらいいと思います。すいません、なんかアドバイスになってなくて申し訳ないです。はい、今回はその2件ですね。で、まだまだね、ご質問何でも結構です。受け付けてますんでね、ぜひ、気軽にご質問いただければなと思います。はい、今日は以上です。ありがとうございました。